今回はですねまあ今巷では GoTo キャンペーンってことでいろんなところにね旅行とか行ったりするっていうのが流行っていうんですかねそういったことで経済をね立て直そうってことで今いろいろやってるわけなんですけどもでもねもうこの時期自分なんかはもうね GoTo 高次元をね目指すべきだと思ってますね。あの 確かにね。今は楽しむっていうのはこれはこれでいいことだと思ってますよ。確かに、このまあ、もう地球そのものはね。なくなってしまう中で、今あるうちにまあ、楽しんでおくっていうのは当然いいと思います。ただ、それは当然ね。5つのことをしっかりやった上で楽しむっていうのは基本ですよね。まあ、自分なんかはその5つのこと、をしっかりやった。上で、実際今もう残り少ないね。あの日々をまあ楽しんでます。 あのまあいつでも切り替えができるということででやっぱり心の中ではもう GoTo 高次元ですよねこれだけですまあ確かにその父上にね野外に呼ばれなければどうしようもないんですけどもでももうそれがねやがて来るってことを考えた時にやっぱりもうねあのだからやっぱり GoTo 高次元であるということだと思ってますとととにかくまあここうういったことを言うと 何をバカなこと言ってるんだと言われますけどもでも実際ですねもう亡くななるもものに未ががあっても仕方がないってて仕方いことなんですよとにかくもう自分の中ではもう GoTo 高次元これしかないですねでもう大きな苦難に向けて、まあ、いつでも切り替えができるという段階になってますとにかく、まあ、そのようにね切り替えができる段階で今あるものを楽しむっていうのがいいんじゃないかと思いますね。 まあ比較的自分はもうのんびりする時は非常にのんびりしてますしまあね普通に仕事もしてまあ楽しむ時は楽しむということで割り切ってますねただもうここにあるように GoTo 高次元というのはまあもう近いんでとにかく意識はもう高次元の方に向けてるってことですまあとにかくもうそれだけね大きなことが近いってことなんでとにかく今やるべきことは5つのこと5つのことをしっかりやっていつでも まあ、切り替えができるという段階にしておくってことですね。まあ、とにかく、あの1、ー、人でも多くの方がね。気づきがあって、あのー、5つのことをね。実践していただければと思ってますね。まあ、とにかくメッセージャとしては一人でも多くの方にメッセージを伝えることができればなと考えております。まあ、とにかく、あのー、まあ、もう高次元目指されている方は中国当たり前で Goto 高次元これだと思ってますね。うん。 とにかく、あの、5つのことをしっかりやってください。あの、そしてぜひですね、この GoTo 高次元を、まあ、実現させたいと思いますね。今回は以上です。ありがとうございました。